今日9時間競りをしてましたからね。あのしんちゃんの動画いいからね、解説が入るから。お、本当に編集で、うん、え、編集で解説なんで入ってる。例えばさ、これランドロード、うん、知らない。これも知らなくて、結構あの自分で着ようと思って捨てたやつね。はい、6500円かな。うん、え、結構出したね。うん、でランドロード出しといて。うん、ボンバーなんとか、はい、多分2万ぐらいあるじゃん。え、多分すごっ。そうそうそう、それメンズ、レディースだった。ランドロード自分で着るって言って買ってたもん、ね。うん、でも高く売れるなら売る売れてたから。で、いやでもな、もうちょっといろいろ、いや、いいのこっちに入れちゃった。結構買ったでしょ。あのドロワー、ドロワーとか。ああ、好きなやつね。はい、あとなんかいろいろと。はい、このロンシャンのほら可愛いでしょ。あ、珍しい ね。珍しい。これ3500円。それロンシャンな。うん、いいよね。変わってる。今日は送ろうかな。買ってますからね。はい、これ次、お、バレンチノ。これバレンチノのデニム、これでも元々じゃないですよね。え、ダメージが、うん、いやどうなんだろうね、うん、いやどうやったら襟こんな、なん元々じゃない、元々じゃないかにしては、このでもタグ綺麗じゃない。あ、まあ、分かんないけど、これが 2,3,000円ぐらい。ちゃんと買ってるわ。あとこれっていうのがないな。その額何？あ、額なんか良さそうだから買った。それ何？良さそうじゃない？いや、わかんない。雰囲気で買ってんの？雰囲気。あ、そう。いくらで買ってんの？これ1250円かな。あ、そう。でもね、古物商としての嗅覚で。そう。儲かってますけどね、実際問題。で、エトロ。エトロ、エトロ。あ、出た、得意のエトロ。そう、これ4000円かな。ジョルジオ。お、アルマーニ。これ2000円ぐらいか。ジョルジオ難しいんだよね、意外と売れないんだよね、アルマーニね。これはマーク・ジェイコブス。お、分かんないもん。マーク・ジェイコブス感ないね、全くね。2000円。よう覚えてんな。うん、あんま覚えてないけどな、買った値段。あ、バーバリー。あ、それいいやつだ。これ4500円。いいね、ロンドン。ロンドン、はい。なんか高いの買った記憶。あとは普通にですね、特に。あ、ドロワー入った。結構20万ぐらい買ってるんじゃないかな、い見てる感じですよ、ね。あ、レオナール、あ、レオナールのカシミア。おお、安かったよ、1000枚とかかな。はい、ということで柳田さん、すいません、こんな感じですね、今日は。いや、お疲れちゃん、お疲れちゃん。疲れたでしょ。疲れたね。これどこのだ、どこのだってみんな分かんなかったんですけど、うん、柄じゃん。あれ、タグなかったんじゃなかったっけ。ほら、バレンティーノって入ってる。うん、ね、タグなかったんじゃない。いや、絶対あるでしょ。あると見越して買いました。これセットだし、レディース。うん、タグなくて安く買ってる気がするんだけど。タグないとかある？本当にないんだね。本物だったら数万円あんの？うん、本当にないな。
バレンティノって書いてるだけかな。難しいよね、売るのがね、なかったら。まあ、うん、ちょっと厳しいですね、なかったらね。なかったら売るの厳しい。置き換えるか。これも裏返されてるけどないからな。ないな、生地で作ったんかな。あ、ないな。ない。サンプルとかね。はい、じゃあ今日はそんな感じです。はい。長丁場、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんで洋服買ってんの？いや、ちょっといろいろあって。最後安倍ちゃん無双だった。いやいや、買いたいわけじゃなかったんですよ。え、勉強のために。勉強のためでもないんですけど。学びたくないですでも一応なんか仕分けしてる。いや、なんか一応やっぱそうですね、結局勉強しちゃうんですよね。あんのかなって、悪いところですよ、結局勉強しちゃうんですよ。いや、あんのかなっていうか、どういうのが入ってんのかなっていうところですね。結局学んじゃうところが悪くてだな。ほんとさ、洋服映さなかったらさ、はい、精肉店肉仕分けしてる感じになっちゃうんだけど。ここ見たとこで分かんないですからね、アヒルって。それを全部調べんのよ。あーってやったらね、そうそうそう、ね、全部検索すんのよ。あ、でもそうっすよね、結局そうっすよね。そうそう、それしかないのよ。あー、やっぱそうなんだな、でもやんないんだなやっぱ興味が湧かないんですよね。めっちゃ買っちゃう。肉しか興味がない。精肉店だ、精肉店だ、精肉店店主だよ。お疲れした。お疲れした。今日は疲れた。どこに帰るんでしたっけ？土地にですね。土地に帰ります。あ、もう入らなくなってるじゃん。ちょいちょい、やばいよこれ。あれしよう、帰ったら下ろすんでしょ。また下ろすんでしょ。だって下ろしますよ。頭おかしいわ。積み方がもう売る気ありますか？ねえねえすごいすごい。急に。よいしょ。まあでももうちょっとかな。え、まだあるんですか？まだあんの？あ、もうない。ちょっと待って。いや、あるんかい。あるんかい。あるね。何かですか。何の人ですか？アパレルの人じゃなかったんですか？ね、違うんですよね、多分ね。あれ買ってるし、隙間に詰める、うん、隙間。1週間後また来るんですか？1週間後来ます。取り憑かれてますね。あ、楽しい。古物市場に取り憑かれてますね、はい、こうなっちゃうんだよね。え、何それ、わかんない。取り憑かれてるわ。昔そうでしたからね、僕も。どんどんね、これ次は車が大きくなるんですよ。いや、なんないようにね。本当はこれがね、軽バンがね、ハイエースになる、うん、次なっちゃうかな。そうそう、間にタウンエースかますかどうかみたいな。あれね。そうそう、あ、まだ買ってるよ。モニター、パソコンのモニター。それ入んないんだよ。それやばいよ。これこうやって寝てっちゃう。最後助手席でしょ。助手席はもう入ってる。入ってんすか、うん、助手席ね、あの詰め方によってあのサイドミラー見えなくなって、うん、超危ないんすよ。まあでもまだ余力はありますね。あるんすか。フロントミラーとサイドミラーの左側見えなくなっちゃうから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それ誰が買ったの？これ俺。マジか。で、何チェックしてんの？いやいやいや、鳴らしてるだけ。あ、鳴らしてんの？置いてくの？入るよ。鳴らすだけ。え、持って帰るのこれ？持って帰んない。置いて帰る。何してんのマジ？マジ何してんのかな？いやー。来た。アパレルのプロ、もう閉めてしまいましたよ。アパレルのプロね。アパレル。じゃあ何した？2箱で。1箱はね、他の参加者にあげました。
ただであげました。え、どっから、うん、あれ、なんか、なんだっけ、フリマやるっていうから、フリマやるっていうから、自分のやらないやつで、まあ、フリマで多少は優しい。それあったら交通費ぐらい出ちゃうのに。じゃあ俺、そう、うん、夜行バス代ぐらい出ちゃうでしょ。うん、まあ面倒くさいんで差し上げました。じゃあ今日帰るんですね。帰ります。そう、忙しいんですよ今日。偉いよね。言った場合じゃないんだ。あれ今日やんないの、あれ、このカメラを手で。やるよやるよ。あれでしょ、編集点。おら、痛い。おら、それはいいね。おら、痛い痛い痛い。